えーとねまあ、捨て台リフを吐く男というあのことでねまあ、あの誰がというかねあの名前も知らない人なんですけど <coughs> えー、とね捨て台リフというよりはそれに近いあのニュアンスの言葉同じ種類のあの言葉なん,なんですけどあの捨て台リフってねあの良くないんですよ。 あの聞いてる方があの腹が立つ、捨てセリフっていうのをされると、こんにちはアラサオんなさんこんにちはあのまああの世間一般の生活においてあのまあ捨てセリフを聞くことってねまあないと思うんですよ要はえっと日常会話であまり使わない例えばですよまあ有名なセリフとかで言えばあの戦って負けた後の この野郎、覚えてるよ、みたいな、まあ、要はあの負け犬のセリフ的な、そういうものが、まあ、一般的にね、頭に浮かぶと思うんですけど、そういう、そういう言葉以外にも、ちょっとした感じの、うーんとね、そこで使う、使うべき言葉じゃないというね、で、今日の朝方ね、あの、4時半ぐらいに、 あの牛丼屋さんであの食事をとったんですよ。そして、牛,牛その牛丼屋さんで、のにしてるうん、あの牛丼屋さんで、あの席にカウンターに座って、であの向かいの席もあるんですよ。あっ、あの捨てゼリフあるでしょ、なんかね、ちょっとあのイラっとくるようなう、ね、あの言葉が。あでのそれって店員さんの立場じゃなくても、あの要は、 周りの客の人がね聞いてもね、ちょっとね、イラっと、ね、するんですよ、そういうのって。あの普通は使わない、うんでねあの、イラッときますよね、あのいくらの客とあの店のね従業員の,あの,あの,要はの立場であっても、まあね、イラッとするよね、そういうあの言葉遣いあの一つで、であの客の方があが正しいならともかくあの、違ってる場合ね。 これは腹が立つででしょでカウンターの席に座って、あの俺のカウンターの席の向かい間にこうあの通路になってんですよ、よ店員さんので。反対側にそのその客が座ったんですよ。それでその時のあの客の人数って、あの俺を含めて3人なんですけど、一番後から入ってきて、まあ、何かねまあ、牛丼かなんかをあの頼んだのかな、注文して。で 注文を受けたときに、この店員さんがね、注文をあの聞きに行くときにあのお水を持ってくるでしょまあ,あのそこはねあのスキヤなんで、あのー、まあ、透明のコップにまあえっと半透明のコップにあのお茶を入れてくるんですよ。お茶を入れて、であの冷たいお茶ね、でも持ってきてくれるんですよ。店員さんとしてセリフなんて言うんです、うんうん、いやいやじゃ店員さんじゃなくてそのあの客あの客なんだけど、で。 そのお水というかねお茶を置いてそれでうと牛丼を作りに行ったわけ。でそしたらあの俺の席が厨房に近かったんだけどなんかね俺の真後ろまでぐるっと回ってきたんですよそ、いそいつがあのなぜか知らないけどで俺はもう食べてたんだけどなんかね俺の後ろにでトイレがあるから俺の後ろにねあトイレ行くんかなと思ったけど。あの 行かないですぐにあの席にあの戻ったわけ、あれ、なんだ、ちょっとおかしいなと思ってたんだけど、それで、あの牛丼持ってきたんだよね、あの作って、店員さんが。で、持ってきたときに、お水がね、もうあの飲んじゃってたの、その人が。で、あのそしたら、ままああのまあののお茶ください的な、あのお水ください的なのね、その人が。であ ではいああのあのわかりましたと言って店員さんがコップを持ってでその厨房に近いところにあの水差しってあるでしょ、ああのの水差しあのよく取っ手がついていて,てで氷が入っててあのそこにあ,、ね、あの水とかお茶が入っているあの水差しですよ。ででそのあの水差しが1個、その厨房の方に置いてあるんですよ。で そしたら、その客の方があのそれごと持ってきてくれって言うんですよ。そのあのあ水差し、氷が入って、あのお茶が入ってる。のね、そうそう、あのセルフのやつだったりするけど、その時はこうあのセルフ式じゃなくて、店員さんがあの要は継いであのお客さんにあの出すスタイルなんですよ。であのそれごとをこっっちに持って,きて ててくれっていうのねまあ,あのお水をたくさんあの飲みたかったんだと思うんだけど、そ,あのそこまでは合ってる、まあいいんだけど、でそしたら、あのー、店員さんが、いやすいません、ちょっとあのこれしかないので、あの,ー、あのお代わりの形でもよろしいですかって,って言って、つい、ついだんですよ。でついでお客さんのところに持ってったのね。で持ってったら、あのそれが多分納得いかなかったんでしょうね、あの客の方が。 要はそのあのあ水差しをここに置き自分の目の前に置いておきたかったんですよでもそれってあのわがままですよねで要はあのおかわりのまあ,お,あのお茶が欲しかったら、えー、とそのの頼んでくださいっていうような形なんですよでもそれが気に入らなくてその時にあの捨て台詞を言ったんですよあの 店員さんが持ってきてきくれまましたよねおかわりを他の人も飲みますから、ね、そう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 あの他の人もあの飲むからね後から来たお客さんとかがでそれがあのできなくなっちゃうからまあしょ,うしょうがないですよねそれはね、うん、でもそれが腹立って店員さんがテーブルに置いてちょっと歩き出してからもう厨房の方に帰ろうとして歩き出してから なん,かえー、となんて言ったのかな、あの少ないですよねみたいな、あの少ないよねって言ったの。要は、あのコップにね、透明のコップに、あの7割とか8割お茶をね入れてくるでしょ、冷たいあの水という,いうか。うん、でそれってまあ、当たり前のことなんですよ。要は、店員さんが手に持ってあの運ぶわけだから、これがあね。 あの10割、コップの中に10割、なみなみとついであの、表面張力が起きるぐらいねに,にしてあの運んじゃったらあのこぼれちゃうしで、そしたらね、あのそんな表面張力ぐらいなっちゃったら、ダービーがグッドっていうわけですよ。グッド楽しくなってきた じゃあ私は左にかけましょう。おかしいでしょう。だから普通の八割七割でいいわけですよ。本来は。笑わら,わらでもそれが店には店のルールがあるからそれそ従そてほしいですよ、ね、そ,うそ,うそ,うそう。だからそれってね、あのー、おかしいんですよ客の言ってることって。ねそれが気に食わなかったからって。 えそうグーッとっいうわけですよそんなねギリギリまでね表面張力ギリギリまであの,あのね足さないわけですよ、ね、あジョースターさんがあるコインの裏にあの水に浸した脱ッシを面をあの隠し持ってるぞ <laughs> コインをあの入れる際にギュッと絞り出してるみたいなのやつ指とコインの間にダッシを 液体が滴り出ている。絞り出して酒を増やしていやがる、うんいや。そんなことしないわけですよ。最初からあの7割ぐらいの量で、はい、どうぞって、それでもしあの足りなかったらあの、またおかわりを、ですまたおかわりをあの頼めば済む話なんですよで。なんでそんなね、捨て台詞で、しかも、あのあのわざと店員さんがあの戻りかけたときに、 あの少ないですよねみたいに少ないよねってなもっとあの入れてこいみたいなさそれさいやらしいで周りの人も聞いててねそれをねあの腹,あの腹が立つわけですよ魂をかけようんそうそうあの魂をあのかけちゃうわけですよでねあのその人はねあの水差しとかを多分ねその自分の手元に置いておきたいんだけど なんかねこういう人ってねいるんですよ、あのうちの弟もそういうタイプなんだけど、あの冷蔵庫に入ったね、まあ、あの麦茶とかあの水差しをあの普通だったらね、コップについだらあのすぐ冷蔵庫にあの戻すわけですよ、あの冷たく冷やしておくために、それであの、えー、と自分がコップのお茶を飲んじゃったら、あのまた冷蔵庫から出して、あの足せば済む話なのに。 あの台所のテーブルの上にも置いとくの、ボンって置いとくの、の自分のテーブルの上に。でも、それ、本人が飲むときはあの冷たいけど、時間たってないけど、でもね、食事が終わって、冷蔵庫に戻して、であの,他の人がああの麦茶飲もうと思ったときには、もうあのぬるくなってるわけでしょ。自分のことしか考えない そのね水差しを自分、ねあの分かるでしょ、持っていくのよってていいくよよまにいますよね自分の手元に置いておきたいタイプの人間がねあの世の中には、ね、存在してるんですよ、残念だけど、でこれが、えー、と俺の弟と同じタイプの人間だったの、あのその,、ね、あの客が。だからねあの腹立つんですよ。 うん、うちの弟とその牛丼屋の客は、同じスタンドのタイプの人間だと、同じスタンド使いだったんですよ、要は。うん、で、これね、はいはい、俺はあの俺は言いたいのは、牛丼屋のシステムをあの知らなすぎるんですよ、そのその,の客がね、これ、大変あの恥ずかしいあの話で、ちょっと頭を働かせたら、 そうあの弟があのいるんだけどうちの弟もあ,<れ>あの水差しをあの手元に置いておきたがるするあのスタンド使いなんですよ同じタイプのねス,あのスタンド使いなんだけどそういやでねこれがいや1個しかないからあのできないよあ、まああまの弟の場合はねそうあの引かれ合うから であの牛丼屋でちょっと頭を働かせればのわかることでで探偵た太郎はもうあのすぐ分かっちゃうわけそういう牛,牛丼屋のシステムとかってあの別に考えなくてもあの自然と頭に入ってくるんだけどあの水差しがあのテ,、えー、テーブルとかカウンターにこうあの2つ置きぐらいに置いてある時と置いてない時があるんですよ。ででこれが何でかというとうあのー 混んでるとき、混雑時にねお客さんがいっぱい来るような、えー、と時間帯においては、店員さんのえあの忙しいからあの手が回らないからそう、混雑時はたくさん置いてあるの、それで勝手にセルフサービスでやってくださいと。ただ例えばね朝方とかあのー、空いてる時間帯は 例えば、ね、10個とかを水差し置いといても氷が溶けてあのぬるくなっちゃうわけですよで。結局使われないでお茶を作ってもそのままあの何時間が経ったらあのまた作り直さなきゃいけなくなるんですよ。だから混雑時じゃない時は店員さんが厨房に手元に1個準備しておいてでお客さんが来たら次で。 要は、提供するという、まあ、あのレストラン方式の,あのお水の方法を取ってるんですよ。で、あのお昼時とか、要は朝食の時間なんかは、かね、そうそう、氷も溶けちゃうから、でね、でそれはもうえ牛丼屋さんのシステムでやってることだから、食べ,ならこ食べながら飲む、あの飲まない人も、ね、いるんですよね、あの俺はあの飲むんだけど、うん、あとごめん、ちょっとあのコメントがね、あののあの流れちゃったけど。 うん、そうそう、あの自分のね、要求がとと通らなかったときに、そうあの不機嫌になるタイプのあのスタンドだったんですよ、そいつが。不機嫌になる必要性がないわけ、それでもしね、あのお水が欲しかったらね、ねあのまたピンポンってやって、ですい,すいません、あの,あのお,茶おかわりくださいって言えば済む話なんですよ。うん ちょっとは頭を働かせたらあの分かるのにあの恥ずかしいよね、そういうそういういのってね。で、なんかちょっとムッとして、なんかこう抵抗してやろうと思った時のあの捨てゼリフ、かっこ悪いじゃないですか。う抵抗してやろうと思って、なんかあのちょっとしたて抵抗で、あのわざわと店員さんが厨房に帰り始めたときに、 少ないですよねって言って、もう1回、あの入れ,入れ直し、それを俺はあの見てて、はわ、これ、スマホでカメラに撮りてえと思いながら、なんかゲームをするふりして、ムービーで撮ってやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、あのさすがにね、あのカメラ向けるとね、まずいので。 ななんかねそういうのってあのやめませんかっていう話なんですよ。であのもしねあのあの店員さんにねそう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 あのわざとだって持ってきてくれた時にもうあの見えてるわけですよね。要はコップにあのまあ、あの8割ぐらいの量で持ってくるっていうのがね。 それをあのわざわざその表面張力が起きるぐらいね入れてこいなんて、こんなのねおかしいよね、あの水差しとかをね、だってこっちがあのわがまま言ってるわけだから、店員さんに、あすいません、そのあのあ水差しってこっちに持ってきてもらうことってあのできますかってあの聞けばいいでしょ、それが、いや、ちょっとすいません、ああのあのえとこれしかないので、あの他のねお客様もい。いあの あのいらっしゃるんでってあの言われたら、あそうですか、じゃあすい、すいません、あのお手数ですけど、あのおかわりの時にあのまたあの呼びますって言えばいいねあの話ですよねで、それがなんで言えないでね、あの逆に腹が立っちゃうのか、あの怒るところじゃないところで怒ってるんですよ。